斬新スタイルのクロスオーバー発売。プジョーは新型408のガソリンエンジン車及びフェイの販売を欧州で開始した。英国価格は31,050ポンド、約520万円、から。2023年第1四半期に納車が開始される予定だ。408はファストバックの斬新なスタイルで、従来の SUV。 ハッチバック、セダンの長所を融合させることを目的としている。コンパクトなボディにクーペ風のシルエット、広い室内空間、優れたドライビングダイナミクスを実現しているという。英国向けには大きく分けて3つの仕様が用意されている。ガソリンモデルは最高出力 130PS の 1.2L 直列3気筒エンジンを搭載。 現時点では非電動だが2023年末までにマイルドハイブリッドへと切り替わる予定である最高出力 180PS のフェーンモデルは38,400ポンド約640万円からよりパワフルな 222PS のフェーンモデルも選択できる今後 EV の E408 も登場する予定だが その時期はまだ確定していない。プラットフォームには、新型308と同じ EMP2 を採用。ボディサイズは全長4 6 8 7ト、mm、ル全幅1 8 4 8ト、mm、ル全高1 4 7 8ト、mm、ルとなっている。デザイン性と実用性の両立を目指す。408は斬新なスタイルゆえに、ョー車内でも、 過激なモデルと考えられており、製品化には7年を要したという。デザインプロジェクトマネージャーのピエール・ポール・マッテイは、室内空間を狭めることなくダイナミズムを持たせることが、設計段階の大きなハードルであったと語る。例えば、プジョー508のような古典的なファストバックは、B ピラー付近でトップラインが下がり始めますが、 これが408ではリアドアの後部に当たります。そのため、後席の上厚性とスペースが改善されているのです。フロントグリルは駆除の現行モデルと同様のデザインだが、さらにモダンなアレンジを加え、左右に向かって、カラーブロックが大きくなる新しいパターンを導入している。マッテイによると、この新しいグリルデザインは、 次世代の電動モデルに対応するもので今後も採用される可能性があるという。インテリアは308と並行して開発されたもので、408の個性と308の良いところを取り入れるバランスが。課題だった、とポール・マッテイ俳優。408はデジタルメーターディスプレイや Apple CarPlay。 アンドロイドオート内蔵の10.0インチのインフォテインメントタッチスクリーンなど、プジョー独自の愛国コクピットを採用。収納スペースも拡張されている。新たな顧客層を取り込めるか。プジョーは、車格を508に近づけつつ、価格的には、308と3008の中間に位置づけ、新しい顧客層の取り込みを目指している。 408のプロダクトマネージャーであるオーレリー・ブレッソンは次のように述べている小型ハッチバックのオーナーは今よりも広い室内空間に同等のドライビングエクスペリエンスを求めているかもしれませんまたコンパクト SUV のオーナーはもっと個性的でダイナミックなドライビングエクスペリエンスを求めていて大型セダンのオーナーは 長い車体にモダンなボディーラインを求めているかもの知れません。機能性だけを求めて車を買うのではないというのが彼らの共通点です。プジョーは408をクロスオーバーではなくセダンの派生モデルと位置づけている。そのため、社名もクロスオーバー向けの数字4桁。2008、3008などではなく、 従来の3桁が採用された。このような開発経緯がありながら、現在の508を共食いするような存在ではないというのが、プジョーの主張だ。同社のマーケティング責任者、フィルヨークは車の話に対し、こう語っている。508は、プジョーブランドの象徴であり、ハイエンドモデルです。市場で個性的なモデルとなっている 508PSE。 パフォーマンス重視のフェット特定の顧客ニーズを満たす 508SW ステーションワゴンがあります。508がブランドにもたらしてくれるものに、とても満足しています。デザイナーのこだわり車の和英国編集部は、新型プジョー408のデザインを担当したピエール・ポール・マッテイにインタビューを行った。 408の開発が始まってから7年が経っているとのこと。時代遅れにならないか心配ではありませんでしたかこのような車をデザインする人はいないだろうというのが私たちの希望でした。プジョーにとっては大きなチャンスなのです。我々がこの隙間を見ているなら、他のブランドも見ているかもしれないと考えていました。 そうならなくてよかったです。新型308と408は同時進行で作られました。なぜでしょうかこのようにアプローチすることで308と408で共有できる部品、特にフロントライトやリアライトなどが明らかになりました。フロントガラスの位置も308と全く同じです。 インテリアは408用にデザインしたものですが308にも採用しました。これは両モデルが同じセグメントであるからこそ可能なことです。デザインで一番苦労したことは何ですかこの得意なプロポーションにダイナミズムとエレガンスを与えることですね。古典的なセダンスタイルではそれがうまくいかないことはわかっていました。あるデザイナーは 車体後部のシルエットを508にして試してみたのですが、すぐにそのことに気づいたのです。私たちは新しいデザイン言語を発明しなければなりませんでした。室内の広さを維持しつつ、ダイナミズムを与えるのです。リアバンパーは他の苦情とは異なります。なぜでしょう。このリアバンパーは必要でした。 車が細く見えるのです。実際にはかなりワイドなんですよ。また、このバンパーでボディカラーをカットすることでダイナミズムが生まれます。私たちが目指したのはディスラプティブ。良きせぬ方法で革新をもたらすことであり。このバンパーでそれを実現できていると思います。